何？じゃあクッキーさん、そのクッキーさんの持ってるギターの中のお気に入りベスト3。ああ、ギターのね。はい。いや、それ難しいで。実際何本ぐらいあるんですか、今。まあ、多分15本ぐらい。うわー、うわー、結構ありますね。いや、それはやっぱもう好きで。あとまあこれニューヨークドールズな、これはもうパンクの走りとされてるバンド、うん、これのジョニー・サンダースっていうギタリストがいて、だけどこれがあのもうすごいあのパンクの神様みたいな存在、こんでこのジョニー・サンダースが使ってたギターがっていうのがすごいこれやんか、すごいギブソン61年レスポールジュニア TB イエロー、見てこのケース、サボろやろ、はい、61年のやつやからね、はい、ほんでこれ変わった時に言われたんが、そのもう日本で日本しか流通してないと、その1本を買わしてもうたん、これあれで買ったやつです、そう、日テレの番組で、これ100万、うーやーぱっと見綺麗やけど、見てもクラックめちゃめちゃ入ってるやろ、俺は、うん、年代も、だからやっぱ当時のギターってね、その今で使ったらあかん木とか使ったらあかん塗料を使ってるからもうないのよ、要はもう作られへんねん、はい、同じのをもう違う塗料とかなってくるし、はい、うん、だからこれも超貴重なギター、うん、これジョニーさんダスが鍵鳴らしたやつと同じモデル、うん、渋いで、これ綺麗な木だろ、 TB イエローっていうのもギブソンの、でジュニアやからジュニアサイズ、ほんま子供が持つぐらいのサイズやんな、うん、そうそう、ちっちゃいやん、へえ、これダブルカッターウェイでな、これもうこうなんで、でこのスペシャルっちゅうのこのピックアップ2つついて、これピックアップじゃなくて2つついてて、こうシングルのカッターウェイのやつを多分マーシーが使ってんじゃない、マーシーさんのギター、かっこいいでしょ、はい、100万するね、これすごいわけわからんこれだ、当時多分これジュニアやからそんなに20万も1000円だよ、痛いで、ほんま、あ、当時でいいやな、はい、うん、それがもう値打ちでこんなん、うわ、でこれは持っていいか、はい、あの高くて外に出したくないお前らみたいなそのギターの音も何も分からん、あのクソ耳の人間たちに聞かせてしょうがないから、はい、今回はその音とかじゃなくてとりあえず見た目がかっこいいのを持っていく、ああ、うん、いいですね、悩むな、まあこれやな、ほな、おお、うん、あー悩むなうわー、なんかすごいよし、この散歩にするわ、うわすごい、なんか店みたいですよ、なんか自分で書いてるんですよ、そうそう、書いとかな、分かれんな、ほら、はい、どのギターか、うん、うわー楽しみー、うん、これをじゃあちょっとスタジオ行って、あとちょっとエフェクター持っていかなあかんから音出すねったら、あ、はい、レッツパンクロック、いい男になろうぜいい女になろうぜ、あ、来たすごいですね、その、うん、病じゃん、そう、あ、うん、やっぱこう、まあ、ある種スーツやからね身がシュッと締まる思いするというか、はい、うん、ちょっとサイズ的にだいぶ問題あるけど締まれへん、お前がね、ピッチピッて、うん、全然締まらない、じゃあ早速なんですけど、うん、おすすめギター先ほどの3つを紹介していただけるとありがたいです、そうね、うん、じゃあどれからしようかな、すごい難しいんだけど、まあちょっとまあベタところからいこうか、はい、うん、じゃあこれね、ギブソンのレスポールクラシックってやつ、カスタムとかあのスタンダードとかレスポールっていろいろあるんだけど、まあそれのクラシックってやつね、これ別にそんなヴィンテージとかではないで、年代もんじゃ、うん、おー、かっこいいでしょ、はあ、うん、俺まあ俗に言うトラメって言うねんけどね、このトラメ柄みたいなって、うん、まあレスポールはもうロックの定番のギターやね、はい、言うてもね、うん、もうロックしてる誰でも持ってると思うわ、うん、まあそんな超高価なギターってわけでもないけど、やっぱまあ弾き慣れてるギターというか、うん、愛着はあるわね、うん、ちなみにこれでおいくらぐらいなんですか？これはでもまあ、30ぐらい、あ、うん、いいでしょ、はあ、重い、でもレスポールって重いのよ、あ、そうなんですか、そうそう、だからでもあんまこう肩こるからライブには、俺的にはライブにあんまこう出したくない感じ、はい、ただでもやっぱパワーがえぐつなくて、
音が強いから、だからそのレコーディングとかにはすごい使ってるで、うん、それこそさっき言ったあのリー、セセラギーズのレコーディングとかにも使うしね、はい、やっぱこうギブソンのまああのレスポーやっぱこうどう言ったらいいかな、このギャーンっていう感じじゃなくて、まあ、クリアで言えばチャリャーンでこうあのエフェクターかましてオーバードライブとディストリエーターもうドゥーンズーンって感じ、ミュートが綺麗に出る感じね、うん、まあ弾いてみようか。そうですね、うん、それでわかると思う、はい、エフェクターもクッキーさんのこれそうエフェクターね、はい、うん、でこれがまあこれチューナー でこれコンプ、はい、まあほんでこれ、まあ、いた音ソロの時とかに音立ち上げる、はい、上げるやつね、でこれがまあメイン あのブルースドライバーでオーバードライブね、でこれがコーラス、コーラあのまああのまあどういったんだこのパーンで終わるとパーンってするやつ、うん、でこれリバーブ、リバーブって言ったの、はい、パーンってするやつパーンってするやつ、はい、うん、そうそうそうすごいわかりやすい、うん、でこれもまあまああのあの歪み系ね、うん、はい、これまあまあばあの時々によって踏み替えるけど、はい、大体奥に行ってるやつはほぼ踏み常に、うん、あとやっぱミスはこのマッチケースにピックを入れてるっていうところね。綺麗でしょ音ほら、うん、エフェクター踏んだろうか、はい、だからこれ伸びがちゃうでしょ、うん、あとまあ分かりやすいけどこれ持ち上げる、ね、これがメインのやつね、粒だった感じじゃなくてこう、はい、ザーンって感じやろ、太い音が飛び出してくる感じね、うん、それがまあええとこじゃない、はい、うん、ありがとうございます、うん、じゃあ次のギターですか、いいよ、じゃあ次はやっぱ、はい、次ちょっとほなじゃあせっかくやし聞こうか、いいね、今ちょっと変えちゃったけど昔メインで弾いてたやつ、これフェンダー、はい、よいしょ、フェンダーのテレキャスターってやつね、あ、やっぱ弦飛んでんな、弦一本遠慮がする、うん、これテレキャスターつって、はい、でもこれちょっと特殊で、これめちゃめちゃ重いの機械入ってて、はい、これ B ベンダーつってさ、このな、ここあるやん、これストラップとかみたいなの、ここ動くね、これって、はい、でこれはここの1、2弦を叩いたら、これがこれ叩いた時にこう引いてここを揺らしたら1年だけがこのアームでやったみたいなこうグーンって曲がるよ、音が、うん、だから自然とこういう音になるっていうか、その、そうそうそう、これでめちゃめちゃええ音、弾いてみる、はい、うん、音の違いわかる、ずつずつしいというかさ、音がちゃうよ、全然わかる、綺麗や、あの一個一個が粒立つというかさ、音のこう、あのさっきのレスポールで言ったこう全部が一気に束って感じだけど、これはまあすごくこう粒々しいよね、こういこの一弦一弦のこの鉄の音が響くっていうかね、これがいいよね、うん、ちょっと体に今ちょっとちっちゃいな、見てこれ、これちっちゃいな、すごいちっちゃいやん、なんとなく、はい、うん、
で今年取ってさ、だいぶここら辺で弾くようになってきたのよ、ギターもライブするとき、はい、うん、弾きやすいしさ、はい、もう若い頃もこんなんやったから、そうですよね、うん、こんなんやったから昔の、うん、そこまで下げてました、うん、でマイクもこうやってたから、ここにこうやってこれで歌ってたから、うん、そんな時代の思い出のギターだよね、これね、ほんまだ、これテレキャスで2つやから、ピックアップがこうないのよね、あ、そうなんですね、だからその塩、塩をやるからな、うん、おしゃれやん、なんか女の子っぽいやん、あ、そうそうそう、だからよくあのこういう穴とかに精子入れたりしたよ、女の子、もう一台ギターが生まれんちゃうかな思ってなんかそういうわけにいかんかったやな、うん、じゃあなんかちょっと弾いてみようか、はい、うん、違ったやろ音が、はあ、うん、全然違いました、だから各々のいろんな顔持ってんの、はあ、ギターってな、一見こう同じ音で、うん、ギターは全部同じような音出ると思ったら大間違いよ、はあ、全然違う、これはテレキャスターでした、はい、イベンダ、うん、よろしく、よろしくラスト、うん、ほんまはもっと出したい、だからもうあんまちょっと珍しい系にしたから、はい、これ持ってきたけど、すごい、これはまああのギブソンのエクスプローラーってやつ、はい、この EC って書いてるの、これがまたまあ特殊で、はい、これまどういうことかっつったらやな、これ見てこれ、これうわお、これほんまエクスプローラーって言ってさ、はい、ほんまこここうとんがってんのよ、ほんまはこっちと対照的にこうとんがってんの、こういうあるやん、あのメタリカとか、はい、あのまあパンテラの人とか持ってるやつでさ、でもこれ、あの EC ってことはエリック・クラプトンだね、これエルボーカットつってさ、はい、エリック・クラプトンかな、こう日本に来て武道館かなんかでライブした時に、はい、俺エクスプローラーのここ切れたやつを弾いてたらしくて、へー、そうだからここエルボーこう肘当たるとかにこうやってギター持ってるの、はいはいはい、うん、それをカットしてエルボーカットつねんけど、そうそう、これだからこれわざわざ特殊で作ってもらったん、これ、うわーすごい、だからここにエルボー部分あるよ、これ、うわー、本当に切った部分、そう残ってる、うん、これがエルボーのとこ、これぴったりよ、パズルよ、要は、はい、うわー、これラッキー、これ綺麗、でもほんまやったらこうなって、こうなってる、こういう形やね、わかる、これ、そうほんまやったらこういう形やね、だいぶこれでも、はい、だいぶもこうメタル要素強なるやん、はい、うん、これ撮った時ダブルシャレじゃない、ほら、うわー、これ、うん、クラプトンのエルボカット、ほんとはここ3つあんねんけど、粒がさ、はい、ボリュームとかつまみが、はい、これちょっと2つのがかっこいいから1個取って、もう分かんないんですよ、あえて取るという、はい、シャレケツ感ね、うわメタル、まあ、メタル感あるでしょ、はい、メタルか、これ今のもうポイズンすらメタルに聞こえたよ、分かった今のな、重なってんの、すごい重なったやん、これも全然出たって感じでんだ今なあ、したやろ、うん、はい、そういうことやね、うわーすごい、これをクラブトーンが綺麗に弾くってすごいよね、やっぱね、うん、おしゃれな人やね、そう思ったらね、あえてこれを弾くっていうね、使ってそう、うん、うわーそうだったんです ね、なんか あ、いいよ、はい、私がこまめにパンティを履き替えるのは
人よりも織物が多いせい。終わり？オリジナル曲ですか？クラプトン。クラプトン。そんな歌歌ってましたっけ？歌ってたよ。気づいてなかったんですけど。知らんかった。英語だから気づいてなかったわけですかね。うん、そんな感じですか？訳したらね。本当？ほんまやってマジで。あれボビー・デランとか弾いたろうか。はい。なんで君の歯茎は人より紫色なの？なんで君の前歯は人より黄色いの？なんで君の奥歯はほとんど銀歯なの？答えは風の中さ、風が知ってるだけさ。これ、うん、いい曲。ボブデラン、風に吹かれて知ってる？知ってる？言うたよな、これな、うん、そうそうそう、英語ではな、なんか I'm a friend blowing in the wind とか言ってるけど、はい、ほんまこれこの歌詞だったの、おかしい。いやまあね、こうやってね、あのシーミーのギター紹介させてもらいましたよ、はい、うん、ありがとう、ありがとう、素敵な時間ちょありがとういただいてあん？宇宙